もともとは一般社団法人つむぎ屋という団体なんですけども、今回その東北3県の、被災された方たちが作っている手仕事系のものを、しっかりとこう伝えていくサイト、東北マニュファクチュールエイド実行委員会という名前で、こういった販売の機会をさせていただいています。一番初めは代官山蔦屋さんで協力していただいて、で売り場のスペースをお借りして、委託して販売するという形からスタートして、そういった形もありますし、こうやって我々がこう出張して、会社さんのこういう販売の機会だったりとか、あとはこう催事のイベントとかで、販売させていただく機会をいただいています。私たちも実際に石巻市牡鹿半島で、地元の女性に物を作っていただいているんですが、なかなかそういった団体をこう他にも仲間がたくさんいて、情報発信していくのがなかなか難しかったりとか、あとはこう販路を作っていくっていう意味ですごく皆さん苦労しているので、一つそういうのをまとめて、かつそのちゃんとストーリーを伝える、サイトも作って、そして販路も一緒になって作っていくっていうことをしていくことで、共同になって販路を作っていけたりとかするんじゃないかということで、こういう場を、作っています。ありがとうございます。全然こういう活動知らなかったということで、これからも応援してますとおっしゃってくださる方もいますし、知ってはいたけれども実際に見る機会がなかったので、実際に見るとやっぱり可愛くて欲しくなっちゃったという方もいますし、そうですね、まずは私たちのサイトで紹介をさせていただきたいと思っています。連絡先は、こちらのウェブサイトがありますので、このウェブサイトにご連絡をください。こういった東北の手仕事商品というと、ちょっとチャリティーっぽいというか、少し質があんまり良くないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、震災から2年経って本当に皆さん質を良くしようと頑張っていらっしゃいますので、すごく素敵な製品ばかりなんですよ。ストーリーもたくさんありますし、なのでぜひまずは知っていただいて、手に取ってもらえたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。